最近ツイッター上で友達に対してビットコインを使ってチップを払うことができるっていう機能がついたんですけど今回これに加えて NFT をアバターに使うことによってちゃんとツイッター上で本当にそれが本物なのかっていう証明を出すことができるみたいな機能がどうやらつくみたいなことが噂をされているので今ツイッターでどういうことが起きているのか今後どういう機能がついてそれによって社会はどう変わっていくのかみたいなところを簡単に皆さんに紹介していきたいと思いますかつ このいいところもあれば悪いところもやっぱり心配なところもあるのでまあそれはどういうことなのかというところも皆さんに、ね、簡単に紹介していきます。マイルこんにちはコインクラブジャパンのゆうすけです。このチャンネルではまあ海外の暗号資産ニュースをまとめて紙巻いて紹介しているのでぜひ皆さん興味があればチャンネル登録といいねとそしてベル通知もぜひ押していってください。あの結構タイムセンシティブな情報が多いので皆さん全部通知はねオンにしてくださいね。あと メンバーシップ動画もやってます月ラーメン1杯分で入れて日本のメディアではあんまり目にしないような情報とかも出してますで今日のメンバーシップ動画はビットコイン皆さん持ってる方も多いかなと思いますけどこれを使っていかに資産を増やすかで資産を増やすためにはずっとガチ放していくべきなのかトレードをちょくちょくすべきなのかするとしたらどのぐらいの精度でトレードすべきなのかまあそんなところが面白いデータが出てきているので皆さんに紹介していきたいと思います 早速中に入ってきますけど今回メサーリからもまあ記事が出てるんですけどツイッターでチップが払えるよとあと NFT もね使えるようになりますよみたいなことが結構まとめてこう記事になってるんですけどまあどういうことかというと今回ツイッターでまず最初にやったのはビットコインをライトニングネットワークっていうまあそのスケーリングソリューションというものを使ってまあマイクロトランザクションができるようになったのでまあそれによってこうチップをね あの世界中の人にこう渡すことができるみたいなそんなことになりましたとで、えー、まあそれだけではなく今回 NFT が要はツイッター上にインテグレーションがされましたみたいなことになってますねでこれがどっから来てるかというとこれなんですよ、えー、このツ,イーターのツイートなんですけど今これが彼らが取り組んでいる内容だそうですと で、例えば、プロフィール写真を選びます。で、選ぶときに NFT を選ぶっていうのがあって、NFT を選ぶと、そこから自分のウォレットにつなげられますと。まあ、こういったメタマスクやら何やらあって、それをコネクトしますと。で、今回はコインベースのやつにつなげてますと。で、そうするとコインベースに入ってる NFT が出てくる。で、その中で自分の好きなやつを選びます。で、それで、えー、OK ってやると、これ見て。こうすると、もちろんプロファイルになるんだけど、右下のところにイーサリアムのマークついてるじゃないですか。で、これが、要は、 本当の、要は、オリジナルの NFT だよっていうことを証明する証しになってるわけですね。なので、例えばなんかすごい人気のクリプトパンクだったりとか、なんかそのボアードエイプヨットクラブだったりとか、偽物とかもやっぱりあるんですけど、実はこれは本物なんだよと。例えば何千万円もするものを持ってます。で、それをつける場合には、ちゃんと証明書がここでね、あのね、付いてくるので、これが本物だということが周りもわかるということですね。で、今これをえどうやら、 ツイッターとしていろいろ内部で開発をしているそうですでこの機能なんですけどこれっていうのが結構話題を呼んでいますとでんでかというとまずそもそもチップ機能っていうさっき言ったビットコインのチップなんですけどこれってそもそもビットコインである必要ってそもそもないんですよねあんまりで別に例えば法定通貨でもいいわけじゃないですか あの弁護とかでもいいわけじゃないですかかペイパルとかなので別にそこがビットコインである必要性っていうことがそもそもないよねみたいな議論があったりするとだけど今回の NFT が導入されることによってそのソーシャルステータスみたいなところっていうとツイッターのユーザーのこうなんか価値観がこう変わってくると行動パターンが変わってくるんじゃないかみたいなことが言われてるとどういうことかというと例えば みんなやっぱクリプトの世界に入っていてお金を作ることができましたとで NFT も持ってますそうするとそれを自分のプロフィールにすることによってどうだ僕はね例えば1億円のこんな NFT を持ってるんだぞみたいなことの証明になるからそれによって他人とのこう差別化を図ったりとか他人に対して僕がどれだけリッチなのかっていうことをこう示す一つのこのステータスになるとつまりランボルギーニを買いたい人って自分がね どれだけお金持ってるかということを見せびらかしたいっていう少し気持ちは少しあるわけじゃないですかそれと同じようにツイッターでも同じようなことができるようになってしまうのでこれが一つのソーシャルステータスとしてもうお金を持ってる人たちがみんなねどん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 入ってきて僕はこれ持ってる僕はあれだっていうことをやり始めるということが起きるということですねあともう一つはその趣味思考がこれによって分かるということですね例えばじゃあボワードヨットエイプクラブみたいなの持っているとするとあこの人ここにお金を使うんだ ということは僕と同じ趣味があるんだみたいなことがまあ明らかにわかるのでそれによって新しいこうコミュニティだったりっていうところがこう形成されるんじゃないかみたいなこともメサアリもコメントをしてますね場合によっちゃ将来的にはボワードヨットクラブのまあアバターをねちゃんとつけている人だけがこうやってレコメンデーションで出てくるような機能とかも出てくるかもしれないですよねでもっと言うと今チップで支払いができるようになったので今後例えば NFT の交換とか支払いとか そんなところもできるかもしれないですよね。例えば NFT オークションみたいなこととかも可能かもしれないです。で、これがまあ数字としてまとまっているのがこれなんですけど、メサーリから出てきているデータで NFT のアバターのセカンダリーのセールの、えーとまあ、額ですねっていうと、ファーストハーフ、まあ、半年間で、えーとね、大体600億円以上の売り上げがあったんだって。<laughs> であの、第2クォーターだけで言っても、えー、350億円と。 えー、そのだけの売り上げが出ているということなので、まあ、これだけ例えばクリプトパンクボアドエピオットクラブとか,、まあ、なんかいろんなね、まあ、そういったアバターたちが、ね、集まるとこれだけのスーパーイエティとか売り上げになるということがあるので、まあ、こういったところにもうでに入ってる人はぜひ。 つけたいみたいいみなことがねツイッターのアバターにしたいという人もいると思うのであのかなりこういう新しいソーシャルステータスの見せ方みたいな行動パターンというのがツイッター上で出てくる可能性があるかなと思いますでもしかしたら今後ツイッターの広告の戦略も変わるかもしれなくて例えばじゃあボアドヨットエイプクラブを持っている人というのは NFT に興味があるで。似たような新しいい NFT を作っていて ツイッター上で広告出したいっていう時にはじゃあそういった人だけにこうなんか広告を見せたりとかっていうこともできるかもしれないしまあそういった意味でツイッターの,その広告の費用対効果みたいなところも若干変わってくるかもしれないですよねまツイッターで言うと例えばもうこのラリブル上にありますけどこのねツイッターがいくつものもうね NFT を作ってるわけですよ <laughs> なのであの彼らの本気度っていうのはやっぱりあるのかなと思うのでこういったところからも確認できるかなと思うので今後ねどんな形でそれが 実際の ux ui にインテグレーションされて、人の行動がどうやって変わってくるのかっていうところが結構ね。見どころになるかなと思います。で、ここだけ聞いちゃうと、ああさすがもうね。弱導水 twitter を使ってもうね。このクリプトの大衆が押してて、さすがだなも。もう希望しかないって思う人も結構いるかなと思うんですけど、一方でちょっと不安かなと思うところもあります。と、まず1個目がプライバシーで、これまあ、さっき動画で見てもらった通り。 のアカウウントトにウォレットをつなげますとでこれどういうことになるかというとツイッターがこのツイッターのアカウントとこのウォレットは持ち主は同じだということが分かってしまうんですよつまりツイッター上で実名を出している人とかはもう自分のウォレットがどこにあるかどんだけの額を持っているかっていうことも分かってしまうのでそれっていうのは結構 プライバシーととししててはちょっっ怖いいかなっていう気がしますよねこれ Twitter の社員にバレるとかそういう話だけでもなくあの純粋にあ例えばこの人ってこ,のこんな有名な1億円もするあの有名な NFT 持ってるんだってことが分かっちゃうとあのそのアドレスで探されて自分の。 持ってるものとかもバレちゃうしそれがサブウォレットだとしてもそのなんかトランザクションの履歴をとかを見るとある程度まあウェインウォレットど,どんなもんなのかっていう推測つくじゃないですかなのでまあそういう意味でこう自分の資産額とかがバレちゃうよみたいなところもなんかちょっとあるんじゃないかなと思ってちょっとそこはね怖いなという気がしますよねで2つ目政府からの影響なんですけどこれ結局例えばじゃあツイッターがもう完全にプライバシーを守ってもう皆さんがこうね みんなが安心して使えるような形にしたとしてもこうツイッター社はアメリカに本社があるのでじゃあアメリカの政府が「おいツイッターお前らが持ってるデータ全部よこせ」って言ったら提出しなきゃいけないんですよね。ということが起きるとまあアメリカの政府がまあ IRS とかですけどじゃあこのツイッターのアカウントのウォレットつながってるやつ全部出せって言われるとじゃあ本名でツイッター出してる人はもうそれがど,のどこにどんだけのアカウントあるかっていうか分かっちゃうからそれでまあ探られて。 でこの分払ってないだろうみたいなこととかを後々言われてそれで罰金払わなきゃいけないとかまあそういった意味でアメリカ政府がツイッターを税収のツールに使うみたいなこととかっていうのもまあなきにしもあらずなんじゃないかなと思うのでまあこういう中央集権型でもうアメリカの政府の手のひらの中に乗っているそういう会社にこうプライベートなオーレットを預けるっていうのはちょっとね怖いなっていう気がしますね。 まなのでそういういプライバシーをどこまでツイッターが考えて守ってくれるような仕組みになっているかっていうところが今後、こういった機能を本当にみんなが使うかどうかっていうところにも関わると思うのでそこら辺が結構ね見どころなんじゃないかなと思いましたね。ということで今日はねこの辺で終わりたいと思いますけどどうですかね皆さんのなんかちょっとコメントとか心配なこととかエキサイティングだなと思う点とかね、まあ、あのこういう観点もあるんじゃないかみたいないろいろあると思うのでぜひコメント欄にコメント残して,てください。あとはあの皆さん是非あのメンバーシップでも えー、今回ビットコインの価格の話とかねいろいろ結構ね面白いデータがあるので是非興味があれば月ラーメンいっぱいもんで入れるので遊びに来てください。ということでまた今日はねこの辺で終わりたいと思いますけど次の動画でお会いしましょう。それでは